ヨシフ・ウンシュリフト、ヨシフ・スタニス・ラボビチ・ウンシュリフトは、ポーランド、ソ連共産党の活動家、官僚、チェーカー創設者の一人で、偽情報のルフを専門とする、ソ連偽情報局を創設した、ユダヤ人で、元の名は、ユゼフ・ウンシュリフト、ロシア帝国、プロツク県村橋出身、ワルシャワで、電気技師の教育を受ける。1900年から、 ポーランドリトアニア王国社会民主党員。1906年、ロシア社会民主労働党に入党。1907年、ロシア社会民主労働党、第5回大会代表。1907年から1911年、ポーランドリトアニア王国社会民主党、総会ワルシャー州、ロジンスキー関ク委員会委員。1917年の2月革命後、ロシア社会民主労働党の、 イルクーツク執行委員会で働く。同年4月からペトログラード会議議員、ロシア社会民主労働党、第6回大会代表。10月革命時、ペトログラード軍事革命委員会委員、後に内務人民委員部参事。1919年、リトアニア、白、ロシアソビエト社会主義共和国軍事、問題人民委員。同年4月から12月。 第16軍革命軍事会議議員、同年12月から1921年4月、西部戦線革命軍事会議議員。1920年、臨時ポーランド革命委員会委員を兼任。1921年から1923年、チェーカー副議長。彼の提案により、偽情報のルフを専門とする、ソ連偽情報局が創設された。 1923年から1925年、ソ連革命軍事会議議員、労働赤軍補給部長。1925年から1930年、ソ連革命軍事会議副議長、副軍事、会事人民委員。1927年からソ連防衛、航空、科学建設協力会副議長を兼任。1930年から1933年、 最高国民経済会議副議長。1933年から1935年、民間航空総局長。1935年からソ連中央執行委員会連邦会議初期。大粛清においては、当初、第一回モスクワ裁判で粛清を支持する立場にあったが、原理不野望だが、スターリンの侵入を失ったのに伴い、 野ーダ派とみなされたウンシュリフトも1937年6月に逮捕され、1938年7月29日に銃殺された。1956年、名誉回復。第9回、第10回、第12回、第14、第17回全連邦共産党、大会代表。1924年から、関西委員会委員。 1925年から全連邦共産党中央委員会委員候補、全ロシアとソ連の中央執行委員会委員、赤旗勲章を受章、ありがとうございます。